はい、こんにちは、ポップです。エフェクトチャンネル5月19日水曜日、本日も先進国通貨クロス円の解説から始めていきます。順番はいつも通り米ドル円から始めまして、ユーロ円、ポンド円、そしてゴードル円の順番で解説をしてきますので、よろしければ最後までご視聴ください。昨日から今日にかけまして、株式相場は大幅に下落という結果となりましたが、 通常であればリスクオフの円高そして円買いということでね、まあ、円が強くなってクロス円は下がるというところでございますが逆にね、えー、こういったユーロ円等を見ていただきますと円安に進む通貨もあるということでなかなか円が買われにくい相場というのが続いている状況でございますまずはね、全体の相場感振り返っていただくために世界の株価のサイトをご覧いただきましょうはい、こちら世界の株価のサイトでございます まずは昨日のニューヨークマーケット。ダウ平均は前日比マイナス267ドル。終わり値で3万4000飛び60ドルということで0.78%の下落で1日の取引を終えました。えー、若干の、ね、マイナスで推移していたんですが、引けにかけまして大きく売られて、かろうじて3万4000ドルをキープできたという状況でございます。そしてその影響を受けました東京マーケット。 日経平均は前日比マイナス362円、終わり値で2万8000飛び44円ということで、こちらも1.28%比較的大きめな下落ということで、1日の取引を終えました。ニューヨークマーケットの、ね、下落を受けまして、ギャップダウンから始まりますと、 そのままね、こちらの方が一時安いところではマイナス2%ぐらいまで下がっていたんですが、なんとかね、2万8000円を回復して終わることができたというような状況でございます。そしてアメリカの長期金利は昨日の水準と変わらず1.64%、そしてドルの方もね、まあ上には上がることできないんですが、下に大きく下げることもなく、109円あたりをうろうろという状況が続いております。 そして、クロス円の方ですね。先ほど冒頭にも見ていただきましたが、ざっくりとした流れを見ていただきますと、左上のドル円相場、こちらはね、引き続き109円を超えようとしましても、こちらレジスタンスに阻まれて、なかなか上に上がることができない。かといってね、108円85銭あたりを下回ることもないということで、少しばかりね、硬直状態。ただトレンドとしては下落トレンドでございます。 そして、絶好調のユーロ円に関しては、移動平均線の24をね、こちら、右肩上がりに上げまして、まあ、その上側でサポートが入っているというところでね、上昇トレンド継続。まあ、最も強い通貨の一つでございます。そして、ポンドはね、もう移動平均線が右肩上がりから横ばいになっておりまして、こちらの方はレンジ相場に突入。154円50銭でしっかりサポートを受けつつも、154円75銭ぐらいでレジスタンスを食らう状況。 そして、最後に5ドル円でございますが、こちらの方はね、ポンドと同じような動きをしているんですが、若干ね、上値が遅、えー、重くてですね、移動平均線が右下下がり、そしてその下側で推移している平均足でございますので、まあ、このあたりはね、ちょっとポンドに比べて弱いかなというところでございます。まあ、このようなね、全体の相場感を踏まえてですね、まずは米ドル円の方からね、今後のトレードポイントと含めて見ていきたいと思いますので、チャートを切り替えていきたいと思います。 はいえー、まずはね、米ドル円の15分足、こちら、1日の時間軸でございます。えー、昨日の動画解説のタイミングは、えー、この109.20ぐらいからね、ずっと下がってる途中でございまして、まあ、109円を割り込むかどうかというような、ね、状況でございました。えー、その後、欧州勢の本格参戦により、えー、一旦はね、109円を割り込んだんですが、 反発したところで109円を超えるも、なんとかね、こちらはレジスタンスを1回、2回、3回とね、食らってしまいまして、最終的には109円をなかなか超えることができない。とはいってもね、108円85銭、先ほどもお話ししましたが、そこを明確に割り込むことができないということで、まあこの15ピプスから20ピプスですね、こういったレンジ相場が続いておりまして、なかなかね、方向感が出ていないという状況でございます。 ただ、60分足、こちらがデイトレの基準となる時間軸で、ね、見ていただきますと、移動平均線は、ね、引き続き右下下がりなので、どちらかといえば、この移動平均線付近に過去を見てもお分かりの通り、レジスタンスを食らう相場が多いかなと。よってですね、109円を超えて、まあ、ブレイクしていくというところよりも、下方向にね、108.85を下抜けて、下方向にね、ずるっと滑る方が可能性は高いというところでございます。 そして上に行った場合はですねロングを取るタイミングとしましてはやっぱり109円レジスタンスとなってありますしあと109円で上側に買ったロング勢のところが戻り売りが強いというところになりますので一旦はねロングを取るためには109円を上抜けてその109円の上側で60分の平均足が陰線から要線というサポートが入ってから そうならないとね、明確に109円を抜けるということにはなりませんので、ロングの場合は109.00を,10を抜けて、その上側でサポートが入ってから考えればいいかなという状況でございます。 逆にですね、ショートを取る場合は、108.85。ここを15分足ベースでも構いませんので、下髭ではなくて、明確にね、実体ベースで割り込むというところになりますと、まあ、108.50。これはね、先週の安値ぐらいになりますが、そこにまで一気に落ちる可能性がありますので、ショートはこちら、レンジのブレイクですね、まあ、三角フラッグみたいな形になっておりますので、まあ、そうなりますと、108.85を15分足ベースで明確に割り込んだ場合、しっかりとショートを取りながら、 からこの辺りで利益確定をしていくこのような考え方でよろしいかと思いますので参考にしていただければと思いますはい以上でね米ドル円の解説を終わりまして続いてユーロ円の解説に移っていきましょう、はい、ユーロ円の方はね絶好調でユーロ高円安方向に進んでおります 昨日の動画解説のタイミングでは133円にアタックするという状況でございましたがその後、ニューヨーク税の、えー、ヨーロッパ勢の本格参戦により133円を抜けますと、えー、調整した局面、えー、これは、ね、ニューヨークマーケットでもありましたがなんとか133円でサポートが一 1回、2回と受けまして、東京マーケット、こちらの方は、ね、株式相場が大幅に下がる。本来であれば円高で進んでもおかしくないという状況でございますが、逆に、ね、ユーロの方は買われて直近の高値、そしてコロナウイルス感染拡大後の高値を、ね、継続しているという状況でございます。そして60分足ですね。 こちらご覧いただきますと、完全なる、ね、上昇トレンドということで、移動平均線は上昇トレンドとレンジを、ねまあ、繰り返しながら上昇をしているというところでね、まあ、今もこちらは移動平均線が右肩上がり、その上側でことごとく陰線から陽線という形でね、サポートを受けている形でございますので、ここも伸びきったところではなくて、押し目をロングを狙っていく。その押し目というのは具体的には133円を超えている状況で、かつ移動平均 陰線を下回らないところで陰線線から陽線というところがあればね、引き続きロングを組むことができるんじゃないか。そして安易にね、高値でショートを取ってしまいますと、この辺りはね、先ほども少しお話ししましたが、コロナウイルス感染拡大後の高値、4時間足の1ヶ月間の時間軸を見ても、青天井ですし、冷やしチャートをご覧いただきましても、こちらはね、何も邪魔するものがない。週足を見ていただいてもですね、こちらは3年ぐらいね、こちらの方が高値をつ けていないなという状況でございますので安易なショートは死を招くのでショートを取る場合はあくまでもねストップロスを置くというところを前提に基本的には、えー、押してきたところ移動平均線を下回らなかったら陰線から要線でロング、えー、このようなスタンスで臨んでいただくことが大事かなと思いますので、ねえー、皆さんの相場感と合わせて参考にしていただければと思います、はいえー、以上でねユーロ円の解説を終わりまして続いてポンド円の解説に移っていきましょう はい、えー、ポンド円の方はね、結論を申し上げますと、ポンドに関しては、えー、ポンドにの割にはですね、えー、なかなかボラティリティが小さくなってきておりまして、少しデイトレには向かないんじゃないかなというチャートになっております。まず、昨日の動画解説の同じ時間のタイミングでございますが、えー、154.70付近をうろうろ、その後も、えー、ちょっとね、ゲジゲジとしまして、上にも下にも行かずに、えー、上髭と下髭が並んでいる状況でございました。 ニュー,ーニューヨークマーケットの、ね、終盤にはダウが下がったためにです、ね、若干少しばかり円高に進むケースがあって154円50銭を割り込みましたが最終的には東京マーケットオープンしたら、ね、株は下がれど円も、ね、売られましてなんとか154円50銭を回復しておりまして結局はです、ね、下は154.40から上は154.80という40ピプスの間を、ね、1日かけてうろうろしている状況でなかなかポンドの終わりにはボラティリティが 小さいいいかなというとうころでございますそして60分足でご覧いただきますと移動平均線がグニャグニャしながらも右肩上がりでございましたがここに来ましてね移動平均線24が横ばいになってきておりますので基本的にはレンジ相場上方向はこの、ね、ボリンジャーバンドの上限の154.80そして下方向にはねこのボリンジャーバンドの下限の154.40、まあ、この15分足のねこちらの上のラインと下のライン こういったレンジ相場に、えー、ボリンジャーバンドもね、準じてきているというところでございます。まあ、こういったところでありますと、えー、わずかなね、40ピプスのレンジで、えー、このレンジストレードをする、えー、高根県でショート、そして安根県でロングというのはね、割には合いませんので、まあ、ブレイクしたところを狙っていく準備をしておくだけでよろしいかなと思います。 基本的には今のところはショートは狙わずにこの154.40というサポートラインは過去のねレジスタンスラインのところもサポートラインに今なっているというところでございますのでなかなかは下には抜けにくい逆にですね154.80を上抜けした場合は先ほどユーロでもご説明した通りこちらは青天井のエリアになっております4時間足を見ても青天井そしてこちら冷やしチャートを見ても何も邪魔をするものがないというところでございますんで、まあ まあ、あくまでもね上にブレイクしたところで一緒についていくような、えー、考え方でよろしいかなと思いますので、まあ、この154.75から80ここに近づいたところで一気に、ね、上方向に動く場面がありましたら、えー、ちょっとねロングで、えー、取っていく上方向に伸びる、えー、前をね、えー、しっかり狙っていく、えー、このような考え方でよろしいかと思いますので、えー、参考にしていただければと思います。はいえー、以上でねポンド円の解説終わりまして最後に5ドル円の解説で締めていきましょう。 はい、えー、5ドル円は、ねえー、冒頭にお話ししたポンドと同じような動きをしているんですが若干ね、えー、上値が重いというところでございます。昨日の動画解説のタイミングですと85円を若干上回っている状況でございましたがニューヨークマーケット、えー、始まったところでね、下方向に大幅に割り込む。 その後ね、反発する場面もあったんですが、85円で完全にね、頭を押さえつけられてしまって、今はレンジの加減の84.80。ここのサポートを受けておりますが、若干ね、えー、これは三角フラッグというところで、上値は下がってきておりつつ、えー、こんな感じですね。 こんな感じで下がってきているんですが、下根の方は84.80でサポートを受けているということなので、まあ、下方向にね、ストンと落ちたところ、はい、そういったところはね、84.50まで落ちる可能性があるというところでございます。さっきにね、ちょっと説明してしまいましたが、60分足でデイトレのタイミングを測っていきますと、先ほどのラインですね、こちら三角フラッグというところでね、上根の方が徐々に押さえつけられておりまして、そして下根の方はこの84.75のサポート。 84.75は過去見ていただきますと、やはりレジスタンスラインとしても機能しておりましたので、まあ、こういったところでね、三角形のフラッグを出しておりまして、まあ、上方向に行くよりも下方向に落ちる可能性の方が高いというね、テクニカル的な動きとなろうかと思います。そうした場合ですね、84.75が、これもね、15分足ベースで構いませんが、こちらの 下ひげではなくてですね、明確に下回る形、実体ベースでね下回ることがあれば、しっかりショートを組んで、84.50付近でね、利格をするという形でね、20ピプスぐらいはショートで狙っていけるかなと思いますので、まずは下抜けしたらショートを狙っていく。そして上方向で移動平均線に頭を押さえつけられているんですが、ここを抜けた場合でも、ダブルトップね、猫耳のような形のところが、85.20から15ですね。こういったところにございますので、 でそう考えますと、この辺り、85.15ぐらいですね、ここを抜けるまではなかなか上値が重いというところになりますので、ロングの方はね、もうここの85.15を明確に破った。 まあこれもね、あのー、15分足でも構いませんが、明確に上髭ではなくて、実体ベース、平均足の実体ベースで上方向にブレイクしたところをロングで狙っていく。こういったような考え方でよろしいかなと思いますので、この84.75から85.15まではですね、あまり大きな動きがないレンジ相場でございますので、ここでの取引は避けていただいて、下方向にブレイクするか、これは84.75。 上方向にブレイクするか。これは85.15でございますが、ここを抜けたところで、その相場についていく。このような考え方でよろしいかなと思いますので、皆さんの考え方と同様にですね、共有しながら参考にしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でね、今回の先進国通貨4ペア4通貨の解説を以上といたします。 本日もね、21時から YouTube ライブ、えー、始めていきまして、えー、皆さんのご質問に答えたり、最新の相場感を、ね、共有したりしますので、ぜひよろしければ、えー、21時からの YouTube ライブご覧ください。えー、それではね、もう本格的に梅雨入りしたところも多いかと思いますがね、えー、皆さん体調には留意して、お仕事もトレードも頑張っていきましょう。えー、そしてお時間ある方、21時からの YouTube ライブでお会いしましょう。バイバイ。